桂馬は、将棋の駒の種類の一つ。本将棋、平安将棋、平安大将棋、小将棋、大将棋、天竺大将棋、馬下大大将棋、大将棋、大局将棋に存在する。英語では、地図のナイトにあたるナイトと訳され、略号は N。通称は、カツラ。駒の名は、平安時代当時の貴重品である香料の一種、日記から由来する。 本将棋では、すべての駒の中で唯一との駒を飛び越えて敵陣へ、進撃できる反面、チスのナイトと異なり、前に方向にしか進めず交代などができない。主に攻撃を担う駒である。ただし、初期位置にいる場合しばしば防御のような駒にもなり得る。持ち駒になると、他の駒を飛び越せるという性格を活かして、囲いを崩さず敵玉を罪にしたり、効果的な活用がなされる。 桂馬は正駒になると、金賞と同じになり六方向に進めるようになるものの、特徴のある動きがなくなり、他の駒を飛び越えることもできなくなる。このため、正、不成は、後の選局にも影響が大きく、判断が難しい。本将棋ではなれる駒のうち、一駒と正区とで共通する動きを持たない、唯一の駒でもある。ただし、生きどころのない駒は禁じ手なので、 桂馬の船りを選択できるのは敵陣三段目に限られる。一段目及び二段目に桂馬を打つことはできず、一段目及び二段目に盤上の桂馬を進めた場合は必ずならなければならない。特に敵陣二段目に打てないのは本将棋ではこの桂馬が唯一である。また、桂馬により大手がされた場合は、飛車、角行、強者による 離れた場所からの王手とは異なり、合駒により王手を回避することができない。このため、一枚で玉章を積ませるといった場面も見られる。桂馬は、歴史的には、チャトランガの馬に相当する駒である。海外の将棋系ゲームでは、日本将棋の桂馬に相当する位置に、チャトランガの馬に相当する駒が配置されている。チェスでは、ナイト、シャンチーでは馬、チャンギでは馬。 マークルックではマーが、将棋の桂馬及びチャトランガの馬に相当する駒である。しかしチェスから、マークルックまでいずれも、八方、桂の動きとなっており、日本将棋の桂馬のみが、前二方向のみの動きである。日本将棋の当初の桂馬の動きも、チャトランガの馬が、八方桂だったことから、チェスや、シャンチーなどと同様に八方桂だったのではないかという説がある。 しかし、平安将棋ではすでに前に方向の動きだったと考えられており、チャトランガの馬が前に方向の動きだったのがそのまま将棋の桂馬の動きとなり、チェスやシャンチーなどが変遷を遂げる過程で動きが強化されたという説もある。本将棋における桂馬には次のような格言がある。桂馬の駒字の表現としては、桂の桂は右側が略されて、作りの桂は、 中央が縦一本につながっているものが多いが、巻き良子では、基辺の右側が略されず、画像では、形の縦角はつながっていないなどの例外もある。また、馬の四つの点はそのまま表現されることが多いが、それが一本の棒になっている書体も数は少ないが、関根名人書などに見られる。整形の金の崩し文字の表現は、将棋以外の分野での古文書では、 少ない表現である。駒の表面駒の裏面かつらと略す。桂馬の正駒を正形という。正形の英語名称は、プロモーテッドナイトで、略語は N。将棋駒の活字がない環境で、一時表記を行う。場合はしばしば、K と表示される。また、桂馬の駒の裏に彫られている字は、金を崩した文字である。なると金賞。マカダイ大将棋。 対象儀では、なるのは敵駒を取った場合のみなので、なっていない状態で場の奥から二段目まで進むと、完全に行きどころのない駒になってしまう。なると、横兵。斜めに飛ぶ、特徴的な動きが、他のボードゲーム、コンピュータゲームでも、用語として使われることがある。しばしば、桂馬ラウマも。例えば、囲碁でちょうど桂馬の移動のように、相手の石から、縦に向く。 横一目離れたところに石を打つことを、桂馬、桂馬係と呼ぶ。ありがとうございます。